ウィリアム・ピップスは、アメリカ合衆国インディアナ州出身の男性俳優、声優。代表作に1950年のディズニーアニメ映画、シンデレラのプリンス・チャーミング役がある。1941年に東リノイ大学に進学、第二次世界大戦に海軍として従軍した後、1945年、俳優養成学校に入学。1947年に、十字砲火でデビュー。 以来、宇宙戦争、惑星アドベンチャー、スペースモンスター襲来、といった1950年代の SF 映画や、ミステリーゾーン、バッドマンといった、テレビドラマに出演。1950年公開の、シンデレラでは、ハリウッドリポーターによると、ウォルトディズニー時期時期にプリンスチャーミング役として100ドルで、起用され、専用のリムジンも手配されたという。なお、歌唱部分は、 マイク・ダグラス賞で知られるマイク・ダグラスが担当したが、シカゴナマリを理由にセリフは担当しなかった。2000年にプロデューサーも兼任した映画、ソーディドライブズをもって俳優業を引退。2018年6月1日に肺がんによる合併症でカリフォルニア州サンタモニカの UCLA メディカルセンターで死去。96歳ボーツ。 シンデレラの出演声優の中では最後に成居した。ありがとうございます。